さてと。ってことでね、なんやかんやということで、それさっき神社前の方に来ました。ってことでね、まあ、せっかくなんで、じゃあ猿田彦神社もね、今回MR 予定のスポットに入ってましたから、じゃあこのまま猿田彦神社を見ていこうというわけでございまして、ね、臨機応変です。じゃあ赤はこっちも出るな、こっちも出るな。お前ともしてきたけど、こっちはこっちで何かあるんだ。サルメイ神社、そう、ってことはお前行けたってね。なんか芸能関係に優勝があるから、なんかいろんな芸能関係アイコンがあるかな。そうなのかとかってますけど、よく見たらここの猫は新海誠さんになってますもんね。なんか縁起ありそうですね。天気の子とかで有名になったね。こんなあるんですね。あ、ここにも書いてありますね。最初の本から見て最初の言葉が変わったりかなんか、ここから問題は、ここから京子館に行こうとするとめちゃくちゃ遠いんですよね。前に内宮から五十鈴川まで歩いたことありますけど、あれのさらに、あの時は五十鈴川まで行ったから、あれと同じぐらい歩かないといけませんから、それはまずいなと。でどうしようかなと思うんですけど、とりあえずまず内宮の方行きましょうか。こっから内宮はね、なんなら大渋滞するんで、歩いた方の方が早いぐらいですからね。そうそうそう、あら、こうよ、こんなところに、いいですね。いやー、予想通りすごいですね。内宮はこっちから歩いてても行けんことはないはずですよ。まあ、せっかくやったら、お祓い町の方からね、飯どころも探しながら行こうかな。12時ぐらいになったら道所がもっと混みますからね。の方の混雑具合も。これはこれで猿田彦神社の渋滞か。すごいな。ちなみに駐車場とかも90分待ちってなってましたね。いや、えぐい。こっちに来といてよかった。今ももうこの渋滞ですもんね。いや、これはやっぱしこっちから来といて正解です。あの公共機関で来といて正解ですね。よし、さあ、ということでお祓い町の方かな、これで。よいしょ。いや、水張ってますね、すごいな。飛んでる飛んでる。飲みきたいけどダメだ。そうだ、今日運転しなきゃいけねえんだ。ダメじゃん。そうだ、電車乗ってたからめっちゃ電車に来た気分になってた。やばい、やっぱデフォルトはこれですからね。
正月じゃないですか、ね、正月やったらもっと多分すごい人になるんでしょうね。いやーここは何ベビーカステラか、あ、ここに変顔餅もあるな。あ、変顔餅買ってるとこ変顔餅ね、前回紹介動画撮るの忘れてそのまま来ちゃってましたからね。よいしょ。変顔餅も買ってきましたけどね、今度は物撮りはせんようにしますからね。はぁ、あ、ちょっと開けた。それからまたどんどん混んでくるもんな。ここはなんかこんな建物が、ここは神宮道場ですね。元祖道場ですよね。あ、行きやすくても見えてるね。まあ、名物いっぱいありますからね。お伊勢さんですから。あ、瀬戸銀行が。瀬戸銀行がある。よし。まあ、ブッチャージもできたんですけど、IC カードのチャージがね、あのバスの方がチャージできないんで、あ、ここでできるのはありがたいですね。うわ、どんどん混んできたな。逆にこの前なんかそういうのなんか真ん中の時の映像が、こんなんね、あれは逆に貴重な映像ですからね。あの時は本当にどうなるかって感じでしたけどね。あー、うわ、バスもすごいわ。うわー、バスあった無事に、うわー、すごいな。また何か、うわー、また船寿司、わー、もうすごいぞ。すごいな。やっぱ、それおかげさんやっぱホテルだもんね。あ、もう水道のところこれ全部街なんや。すごいな。うわあ。こんだけ混んでると頭の中にタクシーという手段すら浮かんできますもんね。いやすごいね。入るまであるでしょうか。さあ、ちょっと寄ってきましたけどね、もう先にお参りを済ましたよってことで12時ちょうど舞台ですね。いや、すごい人、もうこっちの方がよくてかもうすごい人になってきてますので、さあ、これはおそらくもう本当にワンちゃんこれ着地し全て手が頭によぎりますよね。そう、とりあえず今日のね、目的は、じゃあ今日はお伊勢さんでも京子家の方に行かないといけませんからね。これ何、九歳周辺で見て出てるかな。あ、ここに出てますよね。ずっと西宇川駅のもう一つにあるんですね、京子家は。これで、ね、さっきはね、こっち三宮街道の方からね、ショートカットしていく
バスに乗っちゃったんだよね。で、バス乗り場がこっちね。宇宙図鑑は駅の方行くやついいのかな。そうですね、あ、銀行証拠館前310円な。宇宙図鑑でいいのかな。頻繁乗り場でよかったですね。じゃあ、まず直通のラインを気をつけやんとか。はい、はい、はい。